ね、16年前を思い出すと、何お前たちに言ったって散々言われたのが、本当に嬉しく感じる意味になってきましたけど、先ほど、やっぱり安定生産っていうのは何よりだと思いますので、その意味で非常に大きな あれを握っているのが、やっぱり樹体の養分管理というものです。そういう意味で、逆に言うとですね、こういう結構過半、元気を振って枯れた木はほとんどない、私は見たことないくらいなんですが、水とやっぱり適正な受精管理はされてないところが、平気でも当該をバーンと出てくるっていう、そういう状況がありますので、伊藤選手さんには気合い入れておいて、私が先に辞めちゃったんですが、ぜひこう栄養管理っていうのをね、客観的に見られるような方向で、主観的に言うとね、次に後や知ってるってすぐ言うからそれはダメですから、ちょっと客観的に見られるような状態で物事を見ていきたいということと、それからもう一つ、窒素管理の方がもう誤って歩いてます。医療くれるな、退院くれるなって言ってきちゃったんで、もう、7、8年前から誤ってるんですけど、とんでもない話でして、この栽培というのはやっぱり、土壌の、肥沃度ですかね、有機質も含めて、総合的に考えていく栽培を安定させていく、そのことは極めて重要だっていうのに今頃気がつきまして、そんなあれもありますので、まあ、私の方ではこう他県の皆さんも含めて、今までの丸パンもそうだし、バイカもそうなんですが、芝居管理っていうのは、ね、それぞれ特徴を持ってやってるんですよ。みんなには言わない、黙ってるから、だんだん探ってると、俺はね、実は7月にこうやってるんだなって人が溢れてくるんですけど、その知恵をぜひ結集していただいて、これからできるだけ早い、いわゆる高密食の安定した生産っていうのを継続するための芝居管理を中心とした、そのことっていうのを見つけ出してみたいなというふうに思っております。先日もちょっと湯本さんとお話をしたんですが、そんなようなことを考えながら、ちょっと今までの災害になって剪定をしない代わりに、樹勢管理というのがやっぱり土壌の成肥とか成肥を中心とした栄養バランスの取れた時代管理になってくるかと思って、ぜひ皆さん方の知恵を、もう年取っちゃってだいぶダメですが、それでも耳が聞こえる間は十分に聞きたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。